あと3年とかね数年後に迫ってくる有事にも備えなさいってことを非常に強く打ち出してきたなって感じがして私からするとですねなんかもうあのタモリさんがあの新しいあの戦前っていう言い方を年末にしててはい、はい、ちょっとネット上で騒ぎになってたんですけれど、はい、非常にそういう空気がこ,うこの首脳会談や報告書で醸成されたのかなって気がしたんですけれど。 まあ空気というのはまあちょっとあれですけど、そのツープラスツーでその海兵隊を再編して、とにかくその南西諸島にも展開するんだっていうのはこれは今までなかった話ですよね。それからそのお我々昔から習ってきた日米安保条約っていうのは日本の 五条っていうのは日本の死生下にあるところをアメリカが守ってくれるっていうのが五条なんだけどどうもその宇宙も守ってくれるっていうことでずいぶんアメリカからするとなんか広いところまで守ってくれるんだなっていうこともあってえいつでこれいずれもちょっと我々国民も国会も聞いてないよとそんなことまああとでそのプロセスの話になると思いますけど。 え全く知らないところでその日米安保のエリアっていうかもう拡大が進んでるっていう典型みたいな話ですよね。ただそのお南西諸島にミサイルを配備するっていうのはもう着々進んでるんですけどもまたあとで話になると思いますけど。その うん、その軍事的というか安全保障の観点からするとミサイル配備というのは必要かもしれませんがそれはやっぱ住民住んでる人からすればですねミサイルよりもシェルターだろうというそれから避難するための船だろうということはその辺を全く議論されないでその安全保障軍事的な側面だけの,その配備だけが進行していくというのはまあこれいずれ国会では問題になると思います。 それからまあ台湾有事の話もその CSIS のシミュレーションで私もよく見ましたけどもただ台湾有事は実はあの我々が言ってるほどまあ田岡さんは中国は攻めないって言ってるんですけど私は必ずしもそうじゃないと思いますけど台湾有事に自衛隊っていうのはいやコミットできるかっていうのは全く今の状況ではできないんですよね。ななぜかてていいううと、特に海のの自衛隊なんていうのは,そのはじ初めていっ でえー、戦闘行為なんかできませんからうん、うん、そのためには絶対何,もう何十回の,その訓練しないといけ,、ま、いけないわけです、うん、その海域で自衛隊はまあ歴史的な経緯もあってそうすると今更すぐに自衛隊が出てってアメリカ軍と台湾周辺で戦えるかっていうと絶対ありえないと思いますね。 じゃあ補給とかそういういこと補給,も補給だけですね当面はねはその割にはただそのカデナの共同使用弾薬庫とかの共同使用とか、はいはい、それからまあ与那国でも今度4月から来るその電子戦部隊50人自衛隊入るんですけれど、はい、その部隊とともに40人の米兵がまああの作戦会議なんかをしていて有事になると、まあ、情報としては多分その一番考えられるケースでよくまあテレビなんかでお話聞いてても、まあ、本当に中国が台湾に上陸侵攻してそれを助けるために。 まあアメリカ軍が乗り込むその時にアメリカ軍からするといわゆるその敵基地攻撃能力を持った日本に、まあ、中国のいわゆるその、えー、ミサイル基地みたいなものを含めた打撃というか、まああ,るまあ、ある種のこれ先制攻撃になっちゃうと思うんですけどこういったことを求めてくるっていうこの一つのなんかシミュレーションのような話がよく出てくるんですけどはい、はい、こういったことを本当にじゃあ日本がまあ集団的安全保障っていうのをまあ結んだとはいえその指示が来た時に。 まあ、ひ被害も受けてない日本の領土の中では受けてないのにその指示が来た時に本当にじゃあその中国に対する攻撃というのを行うのかとかってこれ、まあ、よくいろいろ出てる話の中で、まあ、日本がまず攻撃を受けるっていう一番初め受けるってことは非常に考えにくいと思うんですけれど中国から。ただこういう有事に備えようっていうのはじゃあ何を備えようかっていうとその時アメリカが乗り込んだ時に中国に対する攻撃を日本に求めてくる。 こうでも現実的に起こりうるってなのど。それはあのー、非常にその緻密な議論をしないといけないんですけど私も個人的にその,あの安保法制に反対だったのはまさにそこなんですね。うんうん、つまりね安保法制の存の立危機事態っていうのがあるんですけど存、はい、立危機事態になった時にその集団的自衛権が発動されるんですけど存、はい、立危機事態っていうのはその台湾周辺で 米軍軍と中国軍が衝突するんですねうん、うん、その時に日本は日本への攻撃と見なして中国と戦えるっていうのがあの安保法制の肝なんですね存立危機事態に認定してこれはもう日本と中国の戦争だろうというふうに私は思ってだからこれはちょっとまずいんじゃないのっていうふうに当時から反対してたんだけど。 えー、要するに明らかにその今のシナリオがその、うん、安保法制のマックスの一番危惧される事態だけど、はい、安保法制ではそこに風穴を開けちゃったんですね、うん、それができるっていうことになっちゃって、はい、っていうことなんですけどそれが一つですね。でもただ 現実はどうかっていうと現実にその米軍と中国軍がドンパチになった時に、うん、日本がその米軍に代わって中国軍と戦う余力があるか能力があるかっていうと現実にはないんですね、うん、で先ほど申し上げたように台湾近郊で日本が訓練もしたことないわけだから、うん、それからアメリカ軍もいくらその追いぼれたといっても何せ世界最新鋭の軍隊ですからえ今さらその自衛隊に助けてもらうっていうほどアメリカ軍は落ちぼれていませんから。<laughs> そうすると他は米軍と中国軍の戦いが続くんですね最前線と。中国軍はおそらく物量作戦で来るし米軍はもう最新鋭の戦いをするんでしょう。うん、その時何が起きるかっていうと、うん、米軍に出動するのはアメリカの本土とかハワイから出動しないんですよ。うん、おカデナとかミサワとか横須賀とかから出動するんですね。うんうん、そうするとそこから出動するわけだから中国からすれば。 なんだと日本から出動してんだろうって言うんで、その中国のミサイルをカゼナに撃つんですよ。はい、それから、えー、ミサワに撃つんですよね。うん、だからこれはその時はもう中国は日本に撃ってくるので、うん、これはもうあの集団的自衛権じゃないんです。はい、もう中国と中国が日本に撃ってくるから個別的自衛権で、あのお安保法制で言うと武力攻撃事態っていうふうになるわけで、武力攻撃事態が発動されて、これは日中の戦争になるわけですね。 だからそこまでの覚悟があるのかという感じが私は慎重にしていて敵基地攻撃能力にしても、うんまあ、トマホーク撃つとすれば、うんまあ、それは田岡さんなんかも言ってたんですけど撃、ね、てば向こうがものすごい打ち返してくるっていうのをなぜみんな考えないんだろうというところがまさに今星さんがおっしゃったところだと思うんですよね。ねよね敵基地攻撃を日本が持つっていうことを今回、まあえー、明らかにしたわけですけどそうすると国際法上これは総務主義ですから。うん 日本が持つとということは中国を持つということですよね、うん、中国が持つことを認めるわけだから、うん、中国もいや敵基地を攻撃するんですよという理屈で日本を攻撃することを認めちゃうことになるので、うん、これはだからそのもろ刃の刃っていうことになりますよね。うんうん